どうも、久米です。今回は秋におすすめの可愛い小花柄をご紹介します。こんな感じで、たくさんの色のコンビネーションで作っていきますので、初心者の方でもなるべくわかりやすく、手順を分解して作っておりますので、一緒に作る方は途中動画を停止しながら作ってみてください。ではどうぞ。今回はこの小花柄を作っていきます。どうでしょう？結構可愛いですよね。自分個人としては気に入ってるんですけど、タロンワークで作りやすいように、分かりやすい工程にしておりますので、ぜひ一緒に作っていきましょう。ではカラーを紹介していきますが、今回結構色をたくさん使ってるんですよね。なので、全部紹介すると長くなってしまいますので、どんなカラーを使うかはアートの作業工程内で説明していきます。作業工程内でお伝えしないこのグリーンとこのシュガーピーチ、こちらだけ説明していきます。こちらはオロスの46番と76番、ダークグリーンとシュガーピーチ、こんな感じの色なんですが、これをそれぞれ二度塗りしております。個人的にはこの76番のシュガーピーチ、これあるといいです。いいですっていうのは、こういったしっかりしたアートのサブって結構悩むんですが、こういった控えめなキラキラが入ると、全体が引き締まるので、バランスも取りやすいのでおすすめです。それではこのお花のベースカラーを塗っていきますが、今シーズンは秋なので、秋らしい少し透け感がありつつもくすみカラーを塗っていきたいと思います。こちらのベースカラーに使用しているのがオロスの29番スイートピンク、36番アプリコット、39番ピスタチオ、42番グレイシブルーです。このチップ3つはそれぞれ二度塗りしております。ではこちらのチップにこの29番スイートピンクを二度塗りしていきます。しっかりはけ圧をかけて薄く一層塗っていきます。ムラなく塗ってあげてください。これで一度硬化します。では二度塗り目をしていきます。またはけ圧をしっかりかけて薄く塗っていきます。このように塗ってあげてもシア系のカラーなので若干こう透け感があってスッキリとした印象です。では硬化します。色味としては甘すぎない大人なピンクになっておりますね。で、こんな感じで色が塗れましたら金箔を貼ってあげます。こんな感じで乱切りになっている金箔をちょんちょんとランダムに乗せてあげます。乱切りになってなければご自身でこう細かく乱切りにしてあげてください。これくらいですね。あんまり乗せすぎない方がいいです。小花柄がうるさくなってしまいますので。このような感じで貼れましたらしっかり筆で押さえてあげます。凸凹がないように。それでは小花この000番、お花を描くように作りましたホワイトで描いていきます。で、ネイルのパレットに白を取りましてしっかりなじませていきます。使用する筆はベラフォーマのポイント筆です。このフラワーホワイトを使うとはっきりとした小花がパキッと描けます。では筆になじませてちっちゃい小花を3、4箇所に描いていきます。まずは3枚ぐらい描きます。で、バランスを見てちょっとこう隙間あるなっていうところに乗せます。こんな感じですね。では硬化します。硬化できましたら次は色付けです。色付けはこの2色でやっていきます。62番と71番、アメジストと別光です。ベースカラーを塗ったアンギュラー筆に持ち替えます。アンギュラー筆の先端にちょこんとアメジストを取ってあげます。それで中心からポンポンポンと色付けします。グラデーションに。この一つのお花の中全部を紫にするわけではありません。ところどころ白を残してあげます。それで筆を拭って、べっ甲を取ります。それで先ほどの塗ってないところ、境目あたりからべっ甲を塗ってあげます。花弁1枚はべっ甲色になりつつ、もう1枚もちょっとべっ甲が馴染むような
こんな感じのグラデーションにしてあげます。小さなお花ですが、こんな感じでお花の中に色の動きをつけてあげます。では一度硬化します。硬化できました。こんな感じになります。いかがでしょう。これだけで可愛いですよね。ただ今回はこのちょっとゴージャスな小花柄を作っていきますので、こちらにさらに花弁を重ねていきます。2段目です。先ほど描きました花弁の間に1枚2枚、でここからがポイントなんですが、ここは1枚、こちらも2枚だけにしておきます。ここも入れたいんですが、全部入れてしまうとちょっとこううるさくなってしまいますので、ところどころ描かない花弁も入れていきます。ではこちらも1、2と、人によってはここも入れたいっていう気持ちになるのもわかるのですが、この方が抜け感がありまして、スッキリとした印象になってくれます。でさらに小さい小花をちょこちょこっと隙間に入れていきます。先ほどよりも小さい花弁をちょこんと入れていきます。3枚ぐらい、ここは2枚、こちらも2枚です。これで一度硬化します。で硬化できましたので、今度はこの2色。オルソ65番と58番。両方ともクリアカラー、ブルーハワイとルビーです。でまたアンギュラー筆に持ち替えて、ちょこんと先端にブルーハワイを取って、ここから塗っていきます。ポンポンポンと。薄く色付けしてあげてください。次、こっち。2段目に描いた花弁の色付けです。キッチンペーパーで拭って58番ルビー。これも薄く中心からグラデーションにしてあげます。ちょっと濃くなりすぎたなと思ったら拭ってください。はい、このように色付けができました。ではもう一度硬化していきます。硬化できました。この時点で結構可愛いですよね。では一度マット仕上げにしたいので、こちらのベトロのノーワイプフェザートップ、これを塗っていきます。はい。では一度硬化します。これで完成でもいいのですが、やはり今年らしく、こういったミラーをこうくるっと囲ってあげると、だいぶこう締まってくれるというか、おしゃれになってくれますので、最後、このベトロの水飴で、ミラーネイルを作っていきます。ライナー筆に水飴をこんな感じで取りまして、それでくるっと細い線を描いていきます。これそんなに綺麗に描かなくても、味になりますね。こうボコボコしてるいびつな感じとかも、なのでそこまで綺麗に描こうとか均一に描こうって思わなくてもいいと思います。では30秒硬化していきます。硬化できました。これ30秒硬化っていうのは、これ以上硬化してしまうとこのミラーパウダーがつきにくくなってしまうので、だいたい30秒硬化ぐらいがこんな感じで綺麗なミラーになってくれます。この硬化時間に関してはワット数によっても変わってきますので、ご自身のお使いのワット数どんな感じなのかとか、実際やってみて乗るかとか、そういうところは研究してみてください。これで最後、トップジェルをライナー筆でこんな感じで、このミラーの上だけ囲ってあげて、硬化して拭き取ってあげれば完成となります。では硬化します。では硬化できました。これで完成となります。いかがでしょう？はい。こちらは以前インスタライブでも作りまして好評だったアートなので、YouTube 用にわかりやすく再度撮影し直しました。こちらも最後仕上げ。ミラーじゃなくてパーツにしてもいいですし、このミラーの乗せ方も今いろんな乗せ方がありますよね。ここら辺はいろいろとご自身の好みでアレンジしてみてもいいと思いますので、ぜひたくさん作ってみてください。いかがでしたでしょうか。今回のアートはちょっと色の入れ方が難しかったりすると思いますので、
ゆっくり丁寧に少しずつ色をつけて硬化して、ちょっと色が足りないなと思ったらまた色付けして、まあ、そんな感じで作っていただくと必ずいいものは作れると思います。特にこの小花柄は割といい出来だなと思いますので、よかったらたくさん作ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。どうもくめです。皆さん、オルソネイルってご存知ですか？この YouTube を最後まで見ていただいているので、まあ、ご存知だと思うんですけど、自分のジェルブランドオルソっていうものがあります。一応今のところ全部で112色の展開がありまして、 YouTube の概要欄にリンクが貼ってあるのと、まあ、もしくはオルソネイルとかオルソネイルストアで検索していただければ出てきます。こういったネイルのビットとか、こういうパレット、ネイルニッパーとか、まあ、こういう、あ、こういうのあったらいいなっていうものをなるべく低価格でご案内させていただいております。まだ見たことがないなっていう方は一度検索してみてください。このオルソジェルですけど、サロンワークで、まあ、これぐらいあったら、まあ、サロンワーク満足にできるなっていうものを厳選しております。もう本当にジェルネイルって、まあ、いっぱいあるじゃないですか。その中で、まあ、どれ買っていいのかわからないなっていう方に向けて、まずはこの100色だったりで、こちらのスキンカラー、本当に使いやすいスキンカラーを12色展開したりしますので、お試しいただければなと思います。あとちょっと先になるんですが、オンラインネイルスクールのご紹介をさせてください。次回の第4期オンラインネイルスクール、まあ、オンラインで受講できるネイルスクールです。こちらは今年の2022年12月頃第4期オンラインネイルスクール6ヶ月集中講座、こちらの募集が始まるかなと予定しております。いつ始まるんですかとか、次は参加したいですってコメントとかメッセージをたくさんいただきますので、もう事前に2022年の12月頃に募集スタートしようと思っております。